どうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。 The Days of Jazz and Wine、 今回のこの動画はですね、この間実は、ライブ終了後にですね、まあお客様の方から質問を受けまして、その質問というのが、なぜボルドーだけシャトーという、まあ、シャトーマルゴーとかシャトーラフィットとか、そのシャトーってなぜつくんですかというふうに、質問を受けました。なので、その時はね、お答えはしたんですけども、今考えるともう一つまとえた答えじゃなかったかなと思うので、もう一度、お答えをしたいと思います。ボルドーは、港町です。実は僕はボルドーはですね、1988年9年とですね、何度か、演奏のお仕事で、伺いまして、長期滞在もしました。なのでその時にですね、そのシャトーマルゴーとかを、外側からですけども、見たことがありましてですね、まあ本当にいい、のどかな町なんですけれども、ブドウ畑が綺麗でですね、すごくいい、町なんですが、その100年戦争当時、まあ、1300年代から1400年代ですね、その当時はイギリス領だったんですね。その頃はやはりその商人たちがですね、ワインの売買をですね、イギリスとしてですね、その商人たちはかなり栄えたらしいですね。なので、商人たちはやっぱりその大きなお屋敷に住んで、そのワイナリーを構えてたということで、その大きなお屋敷だということで、シャトーというふうに呼ぶようになったそうです。それでですね、実際例えばシャトーラトゥールなんかは、見張り台がありますしね、敷地内にね。で、ワイナリー自体もすごく立派なワイナリーですし、例えばシャトーコスデストゥルネル、サンテステフの、シャトーなんですけども、コスデストゥルネルなんかは、敷地内にオリエンタル風なね、お城があったりします。他にも、立派なお城を構えてる、まあお城というかそういうシャトーを構えてるワイナリーもありますし、実際その歴史的建造物を持ってるところもあるようですね、という感じですね。それではここからは、この間行われた、ワイン&ジャズの、ライブの様子を、見ていただきましょう。それではどうぞ。ソーヴィニヨンブランというのはよくアロマティックなブドウっていうんですよね。アロマティックつまり香りが強い。シャルドネなんかは実は香りはあんま強くなくて、シャルドネはどっちかというと樽でつけてるから、これはソーヴィニヨンブランってアロマティックなブドウなんですよ。で大体やっぱりグラス系、グラスっていうのは草系とかハーブ系とかそういう特にニュージーランドなんかは割とこう冷涼な地なんで、こうやっぱ青みがかった感じの香りがすると思うし、おそらく味わいもすっきりした。ね、あ、すっきりしてますね。このソーヴィニヨンブランのこのすっきり、爽やかな感じに合わせた曲を、ピアノトリオの方からお送りしたいと思います。ジョン・レノンの方ですかね、確か。ノーイージャンウッド。まあ日本、砲台がね、ノルウェーの森。